明田立神社の桜、並木秋田立神社は、岐阜県郡上市にある神社である。古今伝授の里フィールドミュージアムに隣接する。約250メートルの山道には、樹齢300年以上の杉と、約120本の山桜の桜並木がある。車窓は、県天然記念物に指定されている。桜並木は、岐阜、水と、緑環境百選、木だ。 美の桜三十三戦に選定されている。上級三年、上級の乱の選考により、東種行きは、美の国山田僧を新たに所領する。タネコウは、山田僧は千葉を本拠地にした際、本家の千葉市の氏神である、妙見菩薩を勘定し、妙見宮を築いたのが、始まりという。鎌倉時代末期。 アズ氏村により篠の脇城が築城されると、明見宮は現在地に移転する。アズ氏は古今伝授の家であり、明見宮で古今伝授の講義が行われることもあったという。文明3年、アズ上園がレンガ市葬儀に古今伝授の講義を行ったという記録がある。天文10年、アズ氏が本拠地を篠脇城から赤谷山城へ移転し、篠脇城は、 廃城とされたが、病研宮は移転されなかった。その後、この地を治める歴代領主により保護されたという。明治時代初期の神仏分離令により名立神社に改称し、祭神を国のとたちの村にする。しかし、祭神の変更は表向きのことであり、現在も身体は病研菩薩である。明治六年号社となる。現在の社殿は、 共謀7年の再建である。ありがとうございます。